最悪だー、3日連続で財布なくしたー。財布落とすスキルに能力全振りしたんかお前。どうしよう、このままじゃ飢え死にじゃ誰かヘルプミー。こうなったらどっかからお金を奪うしかねえ、強盗大作戦じゃ。もちろん主さんは茶番の中で強盗の役をやっているだけで、実際は家に入り込んだ小さな虫もそっと捕獲し、外に逃がしてあげる優しいいい子です。だからなんだよ。そんなの信じられないって。誰も何も言ってねえわ。証拠映像です。はい。おっと、和室に虫が入り込んでるぞ。これはオオクワガタじゃないか、お前どっから入ってきたんだー。おいこらお前絶対やらせだろ、どこの家に迷いオオクワガタがいんだよ。ささ、優しく捕まえて、外は寒いから家に入ってきたんだろう。しょうがない、立派な飼育環境を作って家に迎え入れてあげましょう。外は寒いからと、暖かい家で買ってあげる。優しさの宝石箱ですね。ねえ、これマジで何を見せられているの？とっとと茶番に戻らんか。おし、決めたぞ。主は明日、宝くじ売り場に強盗を仕掛ける。人が少ない時間を狙い、脅してささっと金を奪って逃げるぞ。でもなー、主、先端恐怖症で刃物系持てないんだよな、凶器どうしよう。いやくせ、ナイフの癖がすごいんじゃ、もっと普通なの絶対あったろうが。顔面のいかつさで脅すか？さすがに無理があるか。いや結構いけると思います、恐怖です。おーし、やるぞ、もうやるしかねえんだ。これで脅して。え、そんなもの一体どこで手に入れたんだ。お金ないんで100均ですが。はい。いやー、なんですかあなたら。お金を出してください。騒がないでください。一歩も動かないでください。言うことを聞けば危害は加えません。いや行く。早く、お金を、私にハイパーミラクルサンダーマグナム銃を使わせないでください。超一カネーミングセンス。何よ、想像しいわね。あ、霊夢先輩。お金をよこしてください。いや、それおもちゃやんただの。へぇ、なぜバレた？そんなチャッチー見た目に音もカチカチ、本物なわけあるか。どうする強盗さん、まだ頑張るの？いや、失礼しましたー。また来週ー。いや、もう分なし。ってことでですね、本日は約1ヶ月前に神奈川県で起きた事件。宝くじ売り場で拳銃を突き出し、金を出せと69歳の男が脅したのですが、その様子を見ていた別の従業員、脅されてない方が超冷静に一言、それおもちゃだよ、と言って相手にするのもやめた結果、男はそのまま逃亡し、その後逮捕されたという事件なのですが、ネットではこの状況での冷静すぎた従業員さんに称賛の声がたくさん。冷静すぎて尊敬する、自分だったら絶対パニクるなどなど。確かにこの状況下で冷静におもちゃと判別、普通にすごいわ従業員さん。な、実際にあった事件の茶番でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。